戦の模様をお届けしてまいります。解説北澤さん、実況はジョン・カビラ、お届けしてまいります。さあ北澤さん、よろしくお願いいたします。どうもこんばんは、よろしくお願いします。今ファーストハーフキックオフです。ゲームの序盤どう動いてくるんでしょうか。長いボールを送ります。一呼吸を置きます。アウェー側としては突破できませんでしたけどもね、いければチャンスでしたからね。今みたいな位置では勝負していった方がいいですよね。激しいボールの奪い合いです。緩いボール、スルーパス越えた、かわした、シュート、浮いたボール、いやー、先制。さあまずは先制。今のはキーパーの跳ね返りを見事ゴールに収めました。キーパーファンブルを視野に入れたポジショニングセンスが光ったゴールですよね。完全にイメージしていたから今のは落ち着いて流し込めましたよね。今シーズン2ゴール目です。この重要な試合でまず一歩リードしています。アウェーで先制しましたけど、はい、ホーム側のお客さんのパワーすごいですから ね、 そうですね、集中していってほしいですよね。はい、ここで中に仕掛ける。バルソラ、しばらく戦列を離れていましたが今日はスターティングイレブンとしてピッチに立っています。Eサイド上がっていく、ふわっとしたボール、素晴らしいパス、裏を狙う、これは繋がりません。セラーム、前半終了です。15分間のブレイクの後セカンドハーフに入ってまいります。結果前半1対0、前半に先制されハーフタイムを迎えています。全体的に見るとそれほど悪い前半ではなかったんですけど、一瞬の隙を突かれて失点してしまいましたね、はい、後半はわずかなスペースを見逃さないようにしてそこを狙っていくような形になると思いますね。なるほど、それでは続けて試合をお楽しみください。後半見ていきましょう。この一番でどれだけ平常心でいつものプレーができるのか、そこが大事でしょうね。打つか、プレスからボールがこぼれる、激しいボールの奪い合い、ロングフィードで狙う、いけるか、チャンス来た、自分で行く、ゴール前ちょっと混戦状態でしたからね、シュートコースがなかったんじゃないでしょうかね。このボールは繋がりません。細かくパスをつないで攻め込んでいきます。サイドを縦に走らせます。フリーで受ける、シュート、素晴らしいグランダー製のシュート、好セーブを見せました。さあともに選手交代があるようです。このパスはキーパーへ、
スでつないで攻め込んでいきます。裏のスペースを狙う。ここで受けて、このまま終われるかっていうようなね攻撃でしたけどもね。さあ選手の入れ替えが激しくなってきました。スタジアムの上雨雲が出てきましたね。すでに降り始めているようです。ああ降ってますね。滑りやすくなりますからね、気をつけた方がいいですよね。サイドのスペースへ走らせる。これはスローインとなります。メンバーチェンジがあるようです。縦へのボール。そろそろ笛を意識し始める時間帯ですよね。最後しっかり守ろうっていう感じ出てますよね。仕掛けるか。どうする。ここで丁寧にボールを扱う。惜しい。追加点。